ガリア帝国、ガリア帝国、ガリア帝国は二百六十年から二百七十四年までローマ帝国から事実上分離、独立していた国家の通称である。二百六十年、ローマ帝国の将軍であったマルクス・カッシアニウス、ラティニウス・ポストゥムスは自立してローマ皇帝号を戦称し、帝国属州のガリア、ガリア・アクイタニア、ガリア・ベルギカなど、ゲルマニア、ブリタニア、 ヒスパニア、タラコネンシス、及びさらに南の平穏なヒスパニアバイティカなどを支配地として事実上の独立国家を作り上げた。この国は274年まで4代にわたって存続した。この時代はローマ帝国の軍人皇帝時代と呼ばれる混乱の時期であり、歴代の皇帝、ローマ元老院の承認を受けた正式の皇帝と各地で自立を果たした。 多数の戦勝皇帝が入り乱れて構想を繰り広ていた。その点ではポストムスに始まるガリア帝国もそうした戦勝皇帝の政権の一つに数えられる。しかし、その他の戦勝皇帝たちがいずれも数ヶ月から一年程度という短命のうちに滅亡てしまったのに対してガリア帝国とパルミラ王国だけは十数年にわたって実効支配を継続して事実上の 独立国家としての体制を整えることに成功した。その点でこの両国は他の戦勝皇帝の政権と区別されている。259年にローマ皇帝ウアレリアヌスがサーサーアン・アサとの戦闘、エデッサの戦いに敗れて捕虜となり、その息子ガッディエヌスが単独での皇帝へ即位した。その後、パンノニア族州総督デガリアヌスが現地で反乱を企て、 結果的に反乱は失敗したものの、その鎮圧のために、ガッディエヌスがドナウ川流域まで申請したため、ゲルマニアに属州、インフェリオル及びスペリオルの総督であったマルクス、カッシアニュース・ラティニュース・ポストゥムスは、ライン川領域に残って、統治を委任された。ガッディエヌスの息子であるプブリウス・リキニュース・コルネリウス、サロニヌス、共同皇帝ともとそのプライフェクトス・プライトリオであった。 シルアヌスはコロニア・アグリッピナンケルンに残った。これは、若いコルネリウスを危険から遠ざけるとともに、おそらくは、ポストゥムスの野心を抑えるための配慮だった。しかし、間もなく、ポストゥムスは反逆して何度かの小ゼリアに勝利し、コロニア・アグリッピナを陥落させて、捕虜としたコルネリウスとシルアヌスを処刑した。ポストゥムスは二百六十年、二百五十九年説もある。 に自立を果たし、ローマ皇帝王を戦勝した。これが、ガリア帝国の起源とされる。ポストゥムスは、コロニア・アグリッピナを、自らの首都と定め、独自の元老院と毎年選出される二人の、失政官、失政官の名は一部しか残されていない、プライトリアニと、プライフェクトスプライトリオを設置した。ポストゥムス自身は五回にわたって、失政官の職を担ったようである。 ガリア帝国の成立は民族主義の歴史家が推測したガリア人の独立行動の姿はおそらく誇張されているにせよ。ただ、三世紀の危機の混乱の一症状という以上の意味合いに解釈できる。すなわちそれは現地元来の自律的な力が伝統的なローマ精神ロマニタスや個々の軍団を結望する中精神。 ローマ化した貴族の血族関係によってライン側から、バイディカに至る、で結託した力、などと対立したことの現れと考えられる。ポストムスは、彼の意図はただ、ガリアを守りたいだけで、それが皇帝としての仕事だと宣言し、261年に、フランク人とアレマンニ族との連合軍を退けて、ライン側のリメス、頂上の安全を確保した。ただし、 ライン川上流とドナウ川を越えた領土は放棄され、2年ほどの間は蛮族に侵略されていった。268年、ウルピウス・コルネリウス・ライリアヌスが、モグンティアクム、現、マインツでポストムスへ反旗を翻したが、ポストムスは軍を率いて、モグンティアクムを陥落させ、ライリアヌスは殺害された。しかし、それから間もなく、ポストムスは、軍内の兵士によって殺害された。 ポストゥムスの死後、ガリア帝国は崩壊過程をたどることとなり、ローマ皇帝、クラウディウス・ゴティクスは、ガリア・ナルボネンシスとガリア・アクイタニアを奪還し、ヒスパニアもローマ帝国の勢力圏へ復帰させた。マルクス・アウレリウス・マリウスは、ポストゥムス死後に、ガリア帝国の皇帝へ即位したが、非常に短期間で死去した。わずか2日間のみの在位期間であったと伝えられるが、実際には、 数ヶ月は在位したと考えられている。アウレリウスの次にマルクス・ピアウォニウス・ウィクトリヌスが皇帝即位し、クラウディウスによって奪われたガリア地区の領土を奪還するべく起こした。ウィクトリヌスの権威はガリア北部、ガリアベルギカなどやブリタンニアに及んでいたがヒスパニアを奪還するには至らなかった。ウィクトリヌスは対ローマ戦へ知性の大部分を費やし、 271年に暗殺された。なお、271年頃に、ドミティアヌスが皇帝を戦勝して、反乱を起こしたが、その年のうちに鎮圧された。ウィクトリヌス殺害後、母ウィクトリアは、勢力維持を目論んで、カイウスピュースエスウイウステトリクスを、次期皇帝として指名し、軍からの指示も受けてテトリクスは、テトリクス一世として即した。テトリクスは、 領内のガリア地区へ侵犯したゲルマン人を撃退し、ローマ皇帝、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスが、ローマ帝国から拡挙したパルミラ王国を征服するべく遠征している間、ポストゥムス死後に奪われたガリア・ナルボネンシスとガリア、アック・イタニアを奪還した。テトリクスは、アウグスタ・トレウェロルム、オーガスタ・トレバー・オーラム、ゲン、トリアエ）首都機能を転させ、年に息子を、 共同皇帝としたテトリクス2世。273年にパルミラを征服したアウレリアヌスは、ローマ帝国再統一を果たすべく、274年にガリア帝国へ侵攻した。で、ガリア帝国軍はローマに敗北し、テトリクス1世らを捕虜となった。なお、戦乱続きで国力が疲弊していたテトリクス1世は、戦闘に至る前にアウレリアヌスと交渉して、 自らの身の安全の代わりにガリア帝国を引き渡したとも伝えられる。いずれにしてもアウレリアヌスによるガリア帝国への遠征は成功に終わり、ガリア帝国は解体されてローマ帝国へ再統合された。なお、アウレリアヌスの外戦式にテトリクスは捕虜として連行された。ガリア皇帝は彼らが造兵した効果から明らかになっている。 これら皇帝たちの経歴を綴ると、ガリア帝国の歴史が浮かび上がる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。